こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。7機の F-35A ステルス戦闘機が離陸訓練を行っているとのニュースが入ってきた。それは韓国での F-35A 戦闘機のテスト段階で、まだ任務に就くのは先になる。一時期は米国からの引き渡しさえ危ぶまれる状況下だったが、現在は納品されている。グソミア問題もあったので、最初の2機の納入が遅れた。韓国は全部で40機の F-35A ステルス戦闘機の導入を計画しており、その価格に注目が集まる状況になっている。日本は組み立てなども合わせて技術移転付きで高くなる部分がある。しかし今後の技術革新へと変わる。性能は米国の F-35A と比べると半分以下のスペックとも言われている。現状の韓国を考えると、情報漏洩問題を考えると、フルスペックでの導入は危ないと感じた。米国でさえ信用していない状況に、以前のブラックボックスに手をつけた件を思い出す。機体の外側から見ると同じように見えるが、その性能は5年先には F-35A をアップデートできなくなる可能性もある。米国がデータリンクでソフト部分をどうにでもできる状況を作っている。これで安心だろうし、逐一その状況が米国に送られている。今、米国から F-35A 戦闘機の納入が遅れている新型ウイルスの影響で、米国から国外出国が禁止されているからだ。そのために F-35A の引き渡しができない米軍パイロットが F-35A を運んでくれるからだ。今年の導入数には届かないのかもしれない。F-35A ステルス戦闘機には機体の塗装をしなくてはいけない。ステルス性を保つためだ。だが、このステルス塗料に日本製が使われているが、そのあたりをどう考えているのか疑問に。だが、メンテが必要なのは表だけではなく、内部に関してもその部品は必要となってくる。何よりも F-35A ステルス戦闘機運用にはメンテナンスが伴う。それは別に F-35A だけの話ではなく、多くの戦闘機では当たり前の話だ。日本や豪州にその拠点、メンテナンス可能施設が置かれている。だが、韓国は日本にはF-35A を持ってこないだろう。豪州か米国だろう。ロッキード・マーティン社になってくる。F-35 生産ラインは1年の生産数を増やして対応している。各国のスペックを考えて作ることは結構大変なことではないのだろうか。トヨタみたいな生産ラインとも考えにくい。外側の部分は変わらないのだろうから、中身の部分で変わってくる。レーダーなどソフトの部分で多くのスペックの違いを感じる。しかし韓国は韓国国内に
この F-35A ステルス戦闘機のメンテナンス施設を設け、自国でのメンテナンスを実施すると言ってるが、それは不可能だろう。世界一高性能な F-35 だが、日本では残念な事故も起きている。三沢基地から訓練のため飛び立った F-35A 戦闘機一機の墜落事故が起きた。空間指示長による墜落事故だった。この事故を受け、日本の F-35A がアップデートされることになる。この空間指示長をコンピューターが制御してくれる装置が装備されることに、初めから装備されていただと考えると、パイロット1名と機体を失わずに済んだ。墜落した F-35A ステルス戦闘機は日本組み立て1号機となるが、度重なる不具合も出ており、問題も実際にあった。日本組み立てを見直ししていたが、やはり F-35 の日本組み立てを継続へと踏み切った。それは北朝鮮情勢が少し変化を見せてきているのも少なからずあるのでは。何より日本のステルス戦闘機の組み立て技術が向上することは、次期戦闘機開発に役立つだろう。極東アジアを見ていく中で、今最も韓国がどの方向を向いて進んでいくのか注視している。反日感情は長きにわたって植え付けられている中で、その反日を今さら友好国に変化することもない。数年前までは日韓軍事同盟は強固なものだったが、それは今では影すら見当たらない状況となる。レーダー照射問題もそのうちの一つとなる。日本もまた F-35A ステルス戦闘機を105機導入する予定だが、42機の F-35B ステルス戦闘機も導入する。F-35 ブストベル機を艦載可能にするため、護衛艦出雲、加賀の改修計画が実施される。現在出雲が改修を始めたところだ。護衛艦出雲は2回にわたって改修をしていく。まずは F-35B 戦闘機に耐える。甲板を作ることと弾薬庫を設置、専用の管制艦を作ることだろう。護衛艦加賀の改修計画は1回で全て済ませる予定だ。結果的には加賀の方が改修計画は1回で完了する。他に2隻の護衛艦から得た改修計画で、次の次期全通甲板護衛艦の将来性も見えてくる。米軍の強襲揚陸艦などに似た空母が建造されるのか、また期待したいところだ。 F2 次期戦闘機の艦載も可能な護衛艦を建造してはと考えてみた。その F2 次期戦闘機の話になるが、日本主導の計画は現在進行形と、素晴らしいエンジンは完成しているが、まだまだその各部品を組み合わせた時にどんな反応になるのかは未知数になる。機体デザインも見えてこない。
新進のような機体なら納得できる。機体デザインだが、予想は予想で近未来的な形になるのかもしれない。垂直離陸着陸できる機体ができればいいと思っているのは私だけかな。護衛艦の運用も幅が広がってくる。有事の際にはステルス戦闘機の機体数が多い方がより優位に立てるのは当然だろう。あとは強襲揚陸艦など打撃群の編成もかなり前から考えて造船している。今頃気づいても遅いだろうな。日本はしたたかに準備を進めていた。極東アジア情勢は依然として緊張状態となっている。